廃墟の中から救出した女性はレイと同じ能力を持つ怪獣使いだった。ケイトと名乗るその女はレイを孤立させよう眼球で窮地に追い込むが、ゴモラとペンドラゴンの共闘で俺を撃破。我々の結束はより固くなった。やるじゃないか、例のやつ。たった20分の講習であんな乗りこなすなんて。記憶を失う前はパイロットだったんですかね。基本はマスターしたようね。さすが飲み込みが早いわ。案外簡単だな。次は今日のレッスンはこれまでよ。手順通り着陸して。もう終わりか。上級編はまた今度。初心者にはちょっとハードじゃないのか。来るぞ。嘘でしょ。あのバカ。楽しい時を作る企業バンダイの提供でお送りします。何がおかしい？だって子供みたい。え？大好きなおもちゃを手に入れた子供のようだって言ってるの。はしゃいじゃって。意外だな。また怒られるかと思った。意外なのはこっちよ。あなたのそんな楽しそうな顔見るの初めて。満足したらそろそろお家に帰りましょうか、坊や。了解。そう。どうしたの？操縦桿が効かない。え？操縦不能だと？はい。レイの操縦ミスじゃないんですか？違います。原因は強力な時空エネルギーです。時空エネルギー？ペンドラゴンを墜落させたあの時と同じ。撃ち着するぞ。はい。サルだ。レイ、レーダーから消えました。スピーダーの不時着エリアを割り出せ。救助に行く。はい。よし、スペースペンドラゴン発進。ボス、時空エネルギーです。この先は危険です。よし、着陸する。了解。マキー。はい。お前は船に残れ。了解。クマノ、医療キットを持ってきます。ダメです。通信機もバイオセンサーも使い物になりません。時空エネルギーの影響か。ええ。
ボス。さあ、二人を探そう。ええ。どうしたこんなところで。怪我はないか。見覚えがある。何？この景色、前にも見たことがあるんだ。本当か？だがほとんど廃墟だぞ。確かな。お前に助けられたな。だがあの怪獣、妙な出現だったな。まるで転送されてきたみたいに。どうしたね、何か思い出したのか。ここだ、ここに間違いない。記憶は確かなのか。ボス、応答してください。こちらペンドラゴン、ボス。やっぱりダメか。ザップの研究施設みたいだな。熊野。はい。知ってる人？多分。いや、確信があるわけじゃないが。悪かった。
俺が命令通り着陸してれば。でもそのおかげで、あなたの記憶の断片が見つかったわ。クマラ、どうした？端末に映像データが残されているようなんです。再生できそうか？だいぶ壊れてますが、ペンドラゴンに持って帰ってデータを修復してみましょう。多少映像は乱れると思われます。収録されたのは約1ヶ月前です。オリスの天文台が砂漠に落下した隕石を発見。隕石は何か奇妙なエネルギーを放射しているらしく、我々は調査を依頼された。ただいまから分析を開始する。はい。だが隕石の分析を始めようとしたその時、人間が消滅したかと思えば、こっちへ現れたり。一体何なんだこれは。説明できない。そうか、あの隕石は。惑星と化してしまった。隕石は巨大化し、その四次元能力で時空間に穴を開け、過去の地球や宇宙から何百という怪獣たちを呼び寄せた。そうか、あの隕石は昔地球にも飛来した四次元怪獣プルトン。四次元怪獣ブルトン、そいつが全ての元凶だったんだ。ペンドラゴンやスピーダーを墜落させた時空エネルギーもブルトンだったんですよ。ボスを襲った怪獣もおそらくブルトンが呼んだんだな。でもあの隕石から現れた赤ちゃんは。怪獣は際限なく増え続ける。よし、攻撃だ。了解。ボス、時空エネルギーの影響でペンドラゴンが制御不能です。武器システムを漏らす。
ネルギーの影響が消えました。ワイバーンミサイルスタンバイ、ブルトンへぶち込め。了解。発射。やった。よっしゃレイ、あとは頼んだわよ。ゴーラ、超振動波だ。ボリスが怪獣惑星と化した原因は分かった。だが謎はまだ残る。ブルトンと共に飛来した赤ん坊は、そしてあなたの記憶も。石の巨人が。レイ、ウルトラマンが、ウルトラマンが俺を呼んでいる。それは宇宙で輝く、夢中で見つめてひらめく。リリリ愛のバカンス、それそれ今夜ロマンス。流れる風に誰もが皆あの頃と同じ気持ちを思い出して、君と通じ合って目と目が合って、どこまでも行けると思う。君の瞳映る僕、吹き抜ける風を全身で感じ、景色はファンタスティック、ファンタスティック。Jump on in the world, jumping, 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 大空羽ばたいて。Jumping, jumping, jumping, いつまでも。Never ever give up, あのヒーローのように輝いて。今日の怪獣はこれ、四次元怪獣ブルトン。空間を自在に操り、様々な四次元現象を起こします。
ここに意志があるかどうかわからないのが不気味なんです。そのブルトンは倒されたが、まだまだ謎だらけだ。俺たちに安心する暇はないな。クマさんも真面目な時あるんですね。たまにはな。で、いつもだよ。じゃあ、またね。地上から空に向かって強力な電気エネルギーが放たれています。これはやっぱりソリッド鉱石だった。ソリッド鉱石。電気エネルギーと結びつくことによって、それこそ太陽のような強力な熱線を放射するの。熱エネルギー感知。電気エネルギーの影響が鉱脈全体に広がっています。数値温度上昇。これらの鉱脈が限界値を超えたら惑星の半分は軽く吹っ飛ぶぞ。いけ、クマ。レイ、落としろ。レイ、あとは頼んだぞ。ウルトラギャラクシー大怪獣バトルは、楽しい時を作る企業バンダイの提供でお送りしました。